はいどうも、市川の便利屋です。今回いただいたお仕事は、松戸にありますお家の裏庭の草を抜いてほしいというご依頼でした。測ってみたら全部で10平方メートルでしたね。ご覧の通り、セイタカアワダチソウとシダがもりもり茂っておりました。前回草を抜かれたのが2ヶ月前だったらしいんですけども、2ヶ月でこんなにふさふさになると、はい、このように風が吹くともうふさふさが分かりますよね。それでは100倍速でまずはご覧いただきたいと思います。それではカウントダウンいきます。はい、最初はまずはこのセイタカアワダチソウですね。こちらを袋詰めにする作業ですね。結構ね、硬いんですよね。もうここまで成長しちゃうとね。で、まあ抜くときにちょっと根が張ってて抜きにくかったりするんですけど、まあ容量と向きさえ分かればね、そこまで難しくない。で、あとこうやって畳むんですよね。袋をね、突き抜けちゃうので結構幹は硬くなっちゃって枝みたいになっているので、ここ畳んで袋に入れていくという技術を思いついてからすごくやりやすくなりました。はい、そして今つる取りましたよね。続いてまたセイタカアワダチソウをこうやって抜いております。これは4倍速でお送りしております。ここ見てほしかったんでね、はい、こう畳んで入れるっていう技術をね、思いついてから袋をね、傷つけずに済みました。結構袋から枝が飛び出すんですよね。はい、そして釜の登場です。僕の場合この釜を使って草抜きをするということをやらせていただいています。普通に手でね、抜いてるだけだと上の部分だけ取れちゃったりする場合があるんですけども、釜を使って地中5センチぐらいをこれ掘り起こしながら根っこをかき出して取っていくという作業をやらせていただいています。もしくは根っこが全部取れなかったとしてもですね、成長点というのが草にはありまして、だいたい5センチぐらい地中をこうかっきればですね、成長点というのが取れます。そうすることによって草は成長することができなくなって、それ以上伸びることもありません。ですので釜を使って成長点をかっきる、もしくは根っこを取り出すという作業をやっているというのが僕の売りといいますか、お客さんに喜ばれているサービスだというふうに思っております。あと釜っていうのはこのフェンス際がすごくやりやすいですね。はい、そして休憩時間です。半氷のだからをいただきました。すごく冷たくて美味しかったです。はい、逆サイドからもご覧いただいてます。めちゃめちゃ美味しかったです。半氷してくれてたっていうのが嬉しいですよね。もともと奥の2メートルぐらいのところはやらなくていいよって言われてたんですけども、こういったものをいただいたんで、サービスで抜いちゃいました。はい、そして作業はもう佳境ですね。1周目が引っこ抜く作業、2周目が釜で根っこを掘り出す作業、3周目が取り残したものを取る、で4周目がこうやって熊手で掃除していくというね、4回回っていきますね。はい、かき集めまして、はい、綺麗になりました。細かいの取りました。さて、じゃあ見ていただきましょう。作業終了後のお庭です。はい、すっきりしましたね。やっぱ熊手でね、整備すると平らになって気持ちいいですね。この木のね、朽ちたところは、まあ、置いといていいよっていうところだったので、このまま置いていますけどね。はい、すっきりしましたね。はい、そして右手には5袋草が取れたということですね。これが2ヶ月の雑草の成長の証ですよね。はい、指定のゴミ袋があるのでね、本当これ貴重なんで、高いのでなるべくコンパクトにしたということですね。はい、綺麗になりましたね。砂利のとこもね、ちょっと釜の方がやっぱやりやすいですね。はい、最後植木がないということだったので、除草剤撒いてしばらく生えないようにやっておきました。これだいたい6ヶ月ぐらい効きますのでね、いいです。はい、お仕事させていただく前がこの状態、そして1時間半作業させていただいた後の状態がこちらです。ドン。はい、こんな感じになりました。結構ね、横に並べて比べてみると気持ちいいもんですよね。これを1時間半でやったっていうのね、我ながら自分で作品を作ったかのような感じがしました。では別アングルから見ていただきましょう。逆サイドからはこちら、ドン。草が全く見えなくなるっていうのはね、気持ちいいもんですよね。はい、引っ越ししたてのようなお庭に仕上げることができました。フェンスについたこのつる系の草ですね、これがどうなったか見ていただきたいと思います。ドン。綺麗なフェンスが見えましたよね。はい、すっきりしました。では最後こちらのアングルですね。なかなか視界が悪かったですけども、こちらどうなったかというと、ドン。はい、すっきりしましたよね。今回セイタカアワダチソウが50センチを超えてたということで、背の高い草がある場合はですね、ちょっと作業量がかかってしまうんですね。というのも、まず上の部分を取って、そして根っこの部分を取るというね、2段階の作業が必要になってきますので、作業時間もかかってしまうということをご説明させていただきまして、ご理解いただいたといった状況です。はい、そういった感じでお仕事を1時間半させていただきまして、いただいた作業量が、
6500円でした。どうもありがとうございました。お家周りのことでお悩みの方、ぜひご連絡ください。草抜き、ベッドの組み立て、植え替え、草刈り、防草シート施工、物置、バッコン、ゴミ屋敷の掃除、剪定、鶴の除去、ベッドシッター、伐採まで暮らしのお手伝いさせていただきます。市川の便利屋です。